くれないカムイさん、マミヤ・ナラクさん、私たちは甘く見ないことです。仲間の力を得て再び走る勇気が湧いてきたか。つっても私らは頑張れしか言えないけどね。何を言うのだ、それだけで十分なのだ。ええ、なんと心強いことか。わかりますか、くれない殿、これが絆の力です。敗者たちがどれだけ集まろうと少しも脅威ではない。それに束になったお前たちを倒せば今度こそ確実に心を折ることができる。私にとっては願ってもない展開だ。かぐやさん。ええ、ナミキリンさん、まずは私たちが相手をしますわ。数々のジェットレースを通し私たちは絆を深め仲間になった。あなたたちもすでに神田川で走るジェットレーサーの仲間なのです。自分たちが仲間？そうなのだ、これだけジェットレースが好きな人は他にはそうそういないのだ。だから二人も仲間なのだ。バカなことを。仲間が道を踏み外してしまったのならそれを正すのも仲間の役目。私たちがあなたたちに敗北を教えて差し上げます。二人を呪縛から解き放つのだ。細かくカーブする入り組んだコースはまさに迷宮。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1、スタート。私の仲間だ、この私の神田川。だからこそ見捨てません。たとえあなた方が絶望の淵に落ちようと、みんなで引き上げてあげるのだ。後ろから来てるのだ。行くのだ。どうぞ召し上がれたのだ。このスピードに耐えてみ、この速さについてこられますか。準備万端、監視中。気をつけないと。我が力に屈しろ。いつでも行けるよ。この速さについてこられますか。準備万端、監視中。これだ。我が力に屈しろ。準備万端、監視中。危ないのだ。バイバイ、インゲンマメ。準備万端、監視中。モリモリなのだ。お見舞いするのだ。この速さについてこられますか。いつでも行けるよ。この速さについてこられますか。どうだ、来たのだ。
これはいいね。ヒーローが下にあるのだ。準備万端、監視中。気をつけないで。このスピードに耐えてみる。いつでも言えるよ。ブースト全開です。いよいよ最後の一周です。嘘だ。負けたら全てを失い、全てを奪われてしまうんだ。カムネ、いい、救いはありますよ。すぐそばに行け。その目に焼き付けろ。我が力に屈しろ。消え去るがいい。準備万端、監視中。この速さについてこられますか。準備万端、監視中。いつでも行けるよ。消え去るがいい。いつでも行けるよ。くそ。気をつけないと。元気もりもりなのだ。消え去るがいい。ブースト全開です。どうだったのだ。させてやろう。全力で加速します。これは驚きました。思っていた以上の成績。トップでゴールです。私にとっては当然の結果です。そんなバカな。私たちが負けただと。いい勝負でしたわ。リベンジ成功なのだ。そんなカムイ、ついに終わりだ。私は全てを失った。未来もない。最後の居場所だったジェットレースも私は失ってしまった。もう何もない。初めての敗北がショックなのですね。ですが聞いてください。
くれないカムイさん、あなたは何も失っては。黙れ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 、お前たちも私から奪ったんだ、私に残された最後の希望を。ふざけるなふざけるなふざけるな、なぜ私から奪う、なぜ私だけがこんな目に。私はただ。楽しくレースがしたいだけなんだよね。並木、カムイさん、ナラクさん、次は私たちだよ。二人が何も失っていないって証明してみせる。何も失っていない、それを証明してみせる。何も失ってないだと、健全なお前たちにはわからないだろうさ。私たちは存在を否定されたのだ、有害だと言われ未来を奪われたのだ。もう私たちに居場所などない、誰も私たちを受け入れてなどくれない。私たちは全てを奪われたのだ。そうだ、最後の希望だったジェットレースまでもう私は空っぽだ。私には何も残ってない。カムイさん、あなたの隣を見て。それでも何もないって空っぽ。隣だと、ナラクだ。ナラク、お前はどうして、どうしてまだ私の隣にいる。組織に未来を奪われ、レースで負け、何も残っていない。もう私の隣にいる意味などない。カムイ、秘密を教えてあげる。私が今までずっとカムイと一緒にいる理由を。それはなぜだ。カムイのことが好きだから。だから自分はカムイのそばを離れないよ。組織に未来を奪われようが、ジェットレースで負けようが、全てを失おうが、自分はカムイさえいればそれでいい。ナラク、お前、そうか。私にもようやくわかった。私がレースで幸せを感じていたのは、ナラクと共に走っていたからだ。勝利の喜びよりも、相手に絶望を与えるよりも、私の幸せだって。ナミキリン、青いミサ、どうやら私が間違っていたようだ。私は何も失っていない。ナラクが横にいる限り、ナラクと共に走れる限り、私はレースを楽しめる。こんな晴れ晴れしい気分は初めてだ。今すぐにでもレースがしたい。ああ、喜んで相手をしよう。ナラク、一緒に走ってくれるか。当然だ、ヨーグルト。カムイさん、ナラクさん、勝負だよ。日暮れを。
操縦は任せて。3、2、1スタート。ならば共に走って、奪うためでなく私の幸せのために。カムニーだけじゃなく自分の幸せでもあるんだ。そう、ありがとう。終わらせる。これだ。いつでも行けるよ、サイズ。大丈夫だ。私の出番は水当てる。後ろから来てる。全力全開だね。あなたのあれでね、避けて。大丈夫？シールドが。やったな。これが神の領域だ。ブーストかけるね。邪魔口だよ。トッタンコブ、これが神の領域だ。スピードアップ一番。邪魔口だよ。全力全開だよ。私に向けるものなどないでな。あげる。スピードなくても走るぞ。全力全開だよ。ジャンプ。これに神の領域だ。大丈夫。良い試合でしたね。やった、いい走りだったね。Z レーサーの夢に近づいたかな。負けてしまったな。しかも2連敗だよ。ああ、だが悪い気はしない。そうだね、自分もすごく楽しかった。うんうん、よかったよかった。これで一件落着かな。ですがお二人にはまだ組織との問題があります。いや大丈夫だ。ナラクと一緒ならばどんな未来でも受け入れられる。もう黙って奪われるつもりもない。クレナイちゃんたちには神田川のジェットレーサーみんながついているのだ。そうそう、何かあったらすぐ言ってよね。スパパパパッとお助けに参上するでござるよ。
みんなが一緒だったら無敵っしょ。遠慮なく頼ってくださいね。ああ、礼を言う。ありがとう、みんな。カムイ、これからどうしよっか。私は世界を回ってみたい。今度は赤い玉を探すためではなく、自分簡単には見つからないだろうが、ナラク、お前も一緒に来てくれるか。もちろん、お目付け役だしね。そうだったな。有害だと言われた自分たちだけど、受け入れてくれる場所はまだきっとあるはず。ああ、私もそう信じよう。というわけだ。世話になったな、お前たち。自分たちの生きる場所を探しに世界へか。うん、私たちも応援するからね。ですが、その前にもう一度ジェットレースで。ああ、喜んで勝負しよう。私は並木凛です。長崎の小鹿から来ました。好きな食べ物はお蕎麦と納豆。似顔絵を描くのが得意です。私の将来の夢はお母さんみたいなジェットレーサーになることです。とっても素敵で大切な仲間たちと一生懸命毎日頑張っています。迷ったり悩んだり喧嘩もしたりするけれど、きっと私たちならみんなとならどんな荒波も乗り越えていけると信じてます。境界線の先、キラキラ光り輝く場所を探して前に進み続けます。
はジェットガールズ。